はい、どうもタグミ TV です。はい、ということで始まりました。本日からそのカウントダウンの動画が本格的に始まるということで、動画が上がった時点で何日かって話じゃない？違う、6月5日に上がるから4日に上がる動画なのか。4日の夜に上がるからあと何日、そしたら、はい、ということで日本選手権のあと20日ということで、日程がまだタイムテーブルが出てないので、一応初日のね6月24日までをカウントダウンするんです。またタイムテーブルが出て 800m が何日目か分かったら、またこの数字が変わってくると思うんですけど、とりあえず日本選手権まではあと20日ということで、現状、20日っていう時間はまだちょっと時間あるかなっていうふうに思ってて、まだねできることたくさんあると思うので、やれることをしっかりやりつつ、その無駄を省きつつ、一日一日を過ごしていけたらなと思っております。はい、ということで次のコーナーの入りどうしよう。次に参ります。たくみ TV 練習日誌。はい、ということで、今日の練習を紹介します。今日やった練習は、今日ポイント練習ですね。強度の高い練習になります。ポイント練習の解説っている？今日の練習はポイント練習を行いました。ポイント練習ってそもそも何かというと、比較的強度の高い練習のことを指します。正しいその語源とは分からないんですけど、あくまで自分の感覚の話なんですけど、練習スケジュールの中でもここがポイントとなるだろうなっていうところの内容がポイント練習っていうことなのかなと自分では思って使ってる言葉です。基本的に陸上やってる人なら長距離系の選手は大体わかるんじゃないかなと思います。なんで、きついことやったんだなっていうふうに、はい、思っててください。で、今日のメニューはこちらです。403本3セットで、ペースが60秒、 400m を60秒で走って、リカバリーが60秒、60秒間で400を走って60秒間その場で休んでっていうのを3本やります。で、その3本やった後の次の3本までの間が8分ですね。一部動画がありますので、どうぞ。53、4、5。いかがだったでしょうか。その全部は取りきれなかったんですけども、でタイムも最初は手元の時計で撮ってたんですけど、自分もきつすぎてその自分で時計を押す余裕がなくて、で自分が今まだ復帰から開けて間もないので、これぐらいの練習しかできてないんですけども、これでも3ヶ月ぶりぐらいにやっとその気持ち悪くなって、こうそのケツ割れって言って、お尻がお尻じゃなくなる現象があるんですけど、これもすごい説明しづらい。もう歩けないな、もちろん立ち上がれなくて、その走り終わった後にもすぐキラキラってなりそうだったんですけど、それを吐いてもいい場所まで行くのもきついんで、なんか動けないけどすごいキラキラしたいみたいな、時間が本当限界を迎えると人ってああなるんだなっていう、これがまた不思議なところで、それで生きてることを実感するっていうのがあるあるなんですけど、中距離あるあるなんですけど、死にそうになって生きてることを実感するみたいな、ね、変な手段ですよ ね。で、そんな感じで、でもこれは比較的800寄りというよりかは1500寄りの持久系の練習だなっていう風に感じてて、
フォーム気にしながら、でまあ序盤中盤はペースで押してくイメージなんですけども、で後半ね、まあ、上げるとき結構動き崩れたんですけど、まあ、しっかりスピード上げれたので、まあ、怪我の状態、体の状態を見て、まあ、ある程度いけるなと判断したので、最後しっかりペース上げることができて、でまあ今までの流れの中では結構いい練習できたかも、できたのかなっていうふうに思ってます。なので今日の練習は90点ですね。90点、結構満足の練習でした。でまあここからペースとか上げてもっと800寄りの、練習ができていけたらいいなというふうに思っております。でこのメニューを作ってくださっているのは、今の自分が所属するトゥーラップスのボス、トゥーラップスの代表の横田さんですね。横田さんの経歴とかも、また概要欄もトゥーラップスのサイトに、全部あるので、はい、僕の口から説明するのはちょっと恐れ多いので、そちら参考にしていただけたらと思います。以上です。はい、ということで次お待たせしました、匠トピックスの時間ですね。匠トピック、どっちで行こうかな、複数形なのかな、分かんないけど、はい、とりあえずじゃあ匠トピックの時間です。今回はそのカウントダウン動画一発目ということなので、とりあえず自己紹介をまず見てくださっている方にご説明しようかなと思います。じゃあ改めまして、村島匠と申します。福井県スポーツ協会所属で、まあ、中距離専門で、陸上競技をやらせていただいております。中距離っていうのは 800m と 1500m が自分の適性なのかなと今のところ思ってやっております。で自分はもともと駅伝をやってて、高校の時は全国高校駅伝とか広島で行われる都道府県対抗の駅伝とか、一応全国大会のエース区間とか走ったこともあって、でその時は自分は駅伝の選手だと思って、長い距離が得意だっていうふうに思ったんですけど、その後大学で距離を伸ばす箱根駅伝を目指したんですけど、その箱根駅伝を目指す過程でやっぱうまくいかなくて、で 800m で移って、で 800m を始めてからそっちの方で結果が出るようになって、もともと 1500m でインターハイとか 3000m 障害とかでも、あのアジアジュニアとかでなんかメダル取るみたいなこともあって、いまいち自分でも適正の種目が何なのか未だに決めきれてないのがあるっていう、ちょっと悩みでもあるんですけど、器用貧乏というか、チャレンジした種目は、ね、一応全部全国大会レベルは経験していて、それ1500、3000障害、800かは日本国内の優勝とか国際大会メダルとかまではあります。こう見えて競技の話はとりあえずこの辺にしていて、富山県出身、10月1日生まれの25歳です。天秤座の映画チャームポイントはこの肩幅なんですけど、広いんですよね。ちなみに48センチあるらしくて、それが広いのかどうなのか分かんないんですけど、でこの肩幅にまつわる話で言うと、なんかもう肩幅お化けとか肩幅おじさんとか、なんかそういうあだ名つけられるぐらいのチャームポイント、僕はチャームポイントだと思ってるんですけど、であと服屋とかで、そもそもなんかスポーツやられてるんですかっていう話になった時に、大体格闘技とかなんかそういうところから始まって、で、まあ、陸上選手なんですみたいな、ああみたいな、そうなんですねって、でお兄さんすごい肩幅が広いんでジャケットとか似合いますよって言って、なんかジャケット羽織らされて、なんか大体こうパツパツになって、なんかその店員さんが苦笑いしてるみたいな、でなんかすいませんってこっちがなんか謝るみたいなこともよくある。あとスーツをオーダーで作った時に、結構腕も長くて、腕も長いんですけど、そのバランスに合わせるとスーツがかっこよくなくなるっていう、そのすごいパワーワードですね。オーダーでスーツ作るとダサいっていう特徴を持っています。はい、好きな食べ物はイチゴと焼肉です。嫌いなものは全刺激で、なんか痛い、辛い、怖い、早い、熱い、冷たい、寒いとか、なんか大体ダメですね。大きい音とかってなって、得意なことは割と何でも器用にこなすことを得意としてて、それこそ器用貧乏なんですけど、最近の新しい挑戦だと DIY とかして、トゥーラップスの事務所の壁一面僕が作って、結構大きいんですけど、それですかね、最近の大きな挑戦は。いつか事務所の撮影許可が下りたらお見せしたいと思います。で、まあ、得意っていうか、できる、やったことがあることをちょいちょい動画でも出していけたらなと、割と何でもオールマイティにこなせるなと自分でも思っていて、スポーツだと
ずっとサッカーをやっていたので、高校で陸上部入ったんですけど、それまでずっとサッカーやってたんで、だいたい球技とかスポーツ系とか、だいたいは、ある程度は多分できると思います。そういうのもなんか、お見せできたらなと思っております。はい。現在の活動なんですけど、トゥーラップスっていうチームで今活動させていただいてて、トゥーラップスがどういうチームかっていうのは、このチャンネルの概要欄にチームのホームページ貼っておきますので、そちら確認していただければ、チームのコンセプトが僕の口で伝えるより、よりチームの発信したい形で伝わると思うので、そちらぜひ見てください。で、あと、トゥーラップスの YouTube チャンネルもあるので、僕はまだ全然出演してないんですけど、いずれ出るのかな？どっかで。そんなのを楽しみにしながら、そちらもぜひチャンネル登録してご覧いただければと思います。自分が好きな動画はオープニングの撮影の裏を撮った動画があるんですけど、それは結構チームの中の雰囲気とかがこの動画の中で出てたりするので、それすごい見て面白いなと思っております。まあ、他にもおすすめ動画がたくさんあるので、ぜひ概要欄から行ってご覧ください。あとはですね、タムジョーのチャンネルですね、タムジョーくんのチャンネル見ていただいたらトゥーラップス、結構出演しておりますので、タムジョーくんのチャンネルも合わせて、ご覧いただければと思います。今回僕のことについてたくさん話したんですけど、先ほどお話ししたトゥーラップスのホームページにも、もう百何十個の質問答えたものがあるので、そちら見ていただければ、僕のことがよりこと細かにわかると思うので、ぜひぜひぜひ概要欄からこの動画見終わってチャンネル登録ボタンを押して概要欄に行ってもう URL 全部ポチポチしてもらえたらなと思います。時間の許す限りで、僕だけじゃなくてそのテラップスのチーム内のみんなもその百何十個全部質問答えてるので、その見てて、まあ、こんな選手いるんだってなるんですごい面白いと思います。ぜひぜひ質問等をコメント欄でいただいたら、そちらにもどんどん答えていきたいと思うので、興味ある方は何でも聞いてください。お待ちしております。はい、以上、タクミントピックでした。次はですね、タロット占い。明日の運勢をですね、占っていきたいと思います。これは、信じる信じないも、もちろんご覧になっている方本人次第ですし、こんなこと言ってたなってちょっと思うぐらい、軽い気持ちで、はい、見ていただけたらと思います。占いの方法なんですけども、ワンカードオラクルといって、そもそもタロットカードっていうのは、全部で78枚あって、22枚と56枚の、その大きい枠でこう、2つあるんですけど、そのうちの22枚を使った、占いをやっていきたいと思います。22枚の中から1枚カードを選んで、その運勢を占っていくという方法です。そのワンカードオラクルで明日の運勢を占っていこうと思うんですけど、明日の運勢を示すカードはこちらです。ババン、ザ・フールということで、可愛いですね、このイラスト。ザ・フールというカードはですね、キーワードとして積極性、自由、新しい可能性、あと行動力、挑戦っていう意味があります。で、マイペースな行動が功を奏するというようなカードなので、明日はね、マイペースに従って周りに振り回されずに直感のまま行動してみてはいかがでしょうか。ということで、今日のタロット占いでした。それでは明日も良い一日を。肩幅ナイスデイ。